戦中。お前、戦うならこの家の主婦に言ってくださいまし。俺じゃダメか。敵は。まだいるかもしれん。恐れとってのは。油断するな。奴ら本当に敵を見たのかよ。 怪我人の手当てをしないと私たちが逃げたから、登るは見張りを倍にしたんじゃないかしら。待て！ビシラ、ここまで届かねえ。上だ。優雅。これで大丈夫よ。 彼はそこにいるのね。隼人さん、安全な場所を見つけて話をまとめましょう。素早くね。 いいだろう。
急いで。手裏剣術だ。次、俺がいただく。よし、計画通り行きましょう。どうしてそんな風に振る舞える。いつも通り話して、頭を下げて笑って。あんなことがあった後だっていうのに。女は内面の壁に囲まれていなければ死ぬのよ。女は学ぶのよ。もし感情が高ぶって、それは隠さないといけない。そんなこと。俺はマサルとその父の野郎どもを殺したい。そんなおごりは今はできないはずよ。ハヤトさん、あなたの私の言葉をとどめておいてください。復讐の念は時が来るまで持っていてください。くそ、わかった、行くよ。酒か。聞こえたような。アンマの場所だ。ここで彼はアンマを受けるわ。アンマは誰がやるのか。今日も長い一日だった。そうか、しょうがない時もあるの。素早くね。集中だ。あと一つ。仕事を頼む。いつまで待たせる気だ。いつも同じあんま氏がやるようだ。もし仮にあんま氏が来なかったらどうでしょう。面白いな。やったぞ。すぐに彼を連れてボートへ。